はい、ただいま7月3日の朝5時6分です。はい、またもやですね、ちょっとあと個人で管理している田んぼの草刈り行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございます。この日はですね、早朝と、午前中と、まあ、2コマですね、作業をしました。で、結構ね、天気のいい日だったんで、まあ、早朝にやってよかったなと思いますね。やっぱりもう、7月に入るとですね、まあ、昼間はもう相当暑くなってきまして、まあ汗だくになっちゃいますね。でも早朝の方だとですね、だいたいそうですね、まあ、8時になるとちょっと暑くなってくるんですが、まあ、7時半より前ぐらいだとですね、結構涼しくて快適にね、作業ができましたね。はい、でここの田んぼもですね、もう雑草がもう身長ぐらいね伸びてきまして、やっぱりこれぐらい雑草をちょっとね伸ばしてしまうとね、草刈りが非常に大変になるんですね。で、NPO、 これは私が個人で、まあ、管理してる田んぼなんですが、まあ、ここまで1回目の草刈りで伸ばすと本当に苦労するなっていうのが痛感したわけなんですが、一方で NPO 法人のね、田んぼは、まあ、2周目にねもうすぐ入るところではあるんですが、草がほとんど伸びてないですね。まあ5日6日とね、まずはちょっとやるんで、そこでの動画を見ていただければ分かると思うんですが、やっぱ草がね短いとね、草の抵抗も少なくて非常に体も楽で、あと刈るのもね早いですね。長い草だと一発で刈ろうとするとですね、結構抵抗があるんで、こう2回に分けてちょっと上の方を刈って下の方を刈るとね楽になったりするんですけれども、まあ、そういうふうにすると二振りねしないといけなかって、時間がかかっちゃうと、言ったところもありまして、本当に今回つくづく痛感したのは、1周目の草刈りの時に人数が多くやったんで、もう1週間でファッと終わっちゃったんですが、それも良かったなと思ってまして、というのは要はゆっくり刈るとですね、1周目が終わる頃には最後の方の田んぼの草が相当伸びてるという形になって、やっぱりこれ農業って本当の適期にね適したことをやるとね、すごい効率が上がるんですけれども、例えば植える時もね、やっぱり田植えにしてもいい時期に植えれば、まあ生育も良くなったりとかですね、じゃがいもとか、まあ、何の作物にしてもそうなんですが、あとは草取りとかもですね、まあ、適宜に取ると、例えばじゃがいもの土寄せなんかもね、草がボーボーに伸びてからやると大変なんですが、草がちょっと伸びる前ぐらいにね、やると、まあ本当に楽に終わるわけです。でこれは草刈りもしかりでですね、やっぱり草刈りってあまりこう作物の生育にはあんまり影響がないんで、じゃがいもの土寄せとかだとですね、まあ、やっぱりじゃがいものすぐ近くに、草が生えてるので、それが抑制されると、まあ、やっぱ作物の生育にも良かったりするんですが、草刈りってあんまりなんかそういったところがないんで、まあ、みんなでこの日にやるって決めてたらね、もう嫌がおうでもやるんでいいんですけど、まあ、個人的に一人でやるとね、どうしてもこれをちょっと、心の弱いところが出てきましてですね、まあなんかこう後回しにしてしまって、しまったわけですね。まあそれがやっぱりちょっと苦労する元であったということで、やっぱりね草刈りもね、ちょっと草が短いうちにサクッとこう刈っちゃうっていうのね、そういうちょっと習慣をね、これからちょっと身につけていきたいなと思ったりしますので、この、個人の田んぼもね、まあ、1週目はもうここまでちょっと伸ばしちゃいましたけど、2週目は NPO 法人のね田んぼの草刈りが終わったらすぐに2週目やってですね、あんまり伸びてないうちにサクッと刈ったらどれぐらい時間が短縮できるかみたいなのもね、ちょっと検証してみたいなと、思ったりします。まあ幸いね、今回その開始時刻と終了時刻をね出してますんで、草をボーボーに伸ばす前にね刈ったらね、どれぐらい
本当早くなるかっていうのはね、ちょっと比較できると思いますんで、まあ、それもねちょっと楽しみにしてみたいなと思います。あと草刈りするときにですね、結構ポイントとしては、これいろんな方がね他の YouTube の動画でも言ってることなんですが、あの鷹刈りですね、あの草を本当もう地面すれすれまで短く刈るんじゃなくて、ちょっとね10センチぐらいね残して高めに刈る、これがね実は良かったりするようなんですね、というのは高く刈った方が次に生えてくる草が伸びにくい、しかも刈る時もスパッとこう綺麗に刈るというより、なんかこうぐしゃぐしゃぐしゃっとその切り口がね、ぐちゃぐちゃになってる方がいいらしいですね。でまあこれはちょっと比較実験をしたわけではないんですが、私自身が、ですが高く刈ったところはやはり心持ち、その背の高くなるイネ科の作物っていうのが伸びにくくて、広葉樹ですね、葉っぱがこう広い、で背があまり高くなりにくい、そういった草が生い茂ってるようなところもあったりもしますので、できるだけそういう植生にすると背が低い草は非常に刈りやすいんでですね、まあ、刈ってても抵抗も少ないし、刈るのに時間があまりかからないんで、まあ、こういう動画で見応えあるのは背の高い草の方がね、ビフォーアフターで見た時に非常に何というか刈ってる感があってね、見てて気持ちいいのは実は背が高い草ではあるんですけれども、まあそうは言ってもね、私たちもできるだけ効率よくね、面積が増えたんで、できるだけ効率よく農すそのなんですかね、田んぼとかを管理していこうと考えましたらですね、やっぱり短くなった方がいいわけですね。ここで早朝の部がね終わりますんで、一旦ねナレーションは中止します。はい、とりあえずね早朝の部はこれで終わりたいと思います。終了時刻は7時57分でした。はい、ただいま、7月3日の10時38分です。はい、で草刈りのね、その鷹刈りの続きなんですけれども、高めに刈った方がいいっていうのはね、分かっててもですね、こうやってるとついつい綺麗にしたくなってしまうんでね、ちょっとこう地面スレスレで刈りたくなっちゃうんですよね、ですがまあそこはね何度か我慢してね、まあある程度いい加減に刈ると、まあいい加減に刈るっていう、こうちょっと語弊がありますけれども、まあそういう方がね良かったりするわけです。それで意外とね本当に広葉樹がね増えたところがあって、背が高いイネ科のね、雑草が生えあんまり生えてないところもねやっぱり出てきましたんで、これは一定の効果があるなというふうに思います。ここでですねちょっと予告をしておきたいと思うんですが、草刈りのねその法人で、まあ、NPO 法人で管理している田んぼの草刈り2週目はですね、7月5日6日に棚田オーナーの、ね方が、ご夫婦で、ね、いらっしゃるので、まあ、その方あと6日はもう一人ですね、なんと YouTube を見てですね、草刈りをぜひ手伝いたいということで、群馬県から、ね、来てくれる方と、あとは棚田オーナーの、ま、もう一人の方も来てということで、かなり大人数になりますね。4+4、8人で草刈りになるんじゃないですかね。6日は、5日は6人ですね。6人で草刈りですね。はい。なのでまた1週目以上にね早く進むんじゃないかと思うんですね。でその後ですね、11日から14日かにかけてですね、これも棚田オーナーの、ね、方がね今度別の方なんですが来てくれるということになりまして、で13日にまた群馬県のですねその YouTube を見てから手伝いたいと申し出てくれた方も、お越しになるということで、一気にねなんか去年までとは打って変わって、戦力がもう3倍ぐらいになってきたりするわけですね。なので2週目もね非常に集団で草刈りするのは楽しみですね。でまあやっぱり一人でやってるとね本当に全然進まないですね。
ここの田んぼがあの面積が約 5世、まあ、あの一田んぼの半分ぐらいなんですが、ここやるだけでもね1時間以上かかりますね。でもねみんなでやるとね、もうこんな田んぼはもう本当ものの十何分ぐらいで終わるんじゃないですかね。はい。でここはですね、ちょっとしばらくあの最初からね、あの草が刈られてある場所が あるんですけれども、ここがあの因縁の田んぼでして、田植え機に乗ってた時にですね、なんかポケットからあのスマホが落ちてですね、 iPhone 13 Pro Max という結構ねいいスマホなんですが、しかも 1TB のストレージでね、もうかなりいい、スマホがねちょっと落ちてなくなってですね、でそちらには SIM カードを入れてなかったんで、あの亡くなった時にあのもう一個の iPhone でね音を出そうと思っても出せないというですね形 で金属探知機も買ったんですけど、結構金属探知機がね いろいろに反応するんでですね、まだ使い方がちゃんと熟練してなくてですね、なんかあの反応があってもね全然iPhone がないところで反応があったりとかして、意外とねなんか探すのに苦労しましてですね、未だに見つかってないというですね、状況です。で あらかじめ草を刈ってたのはちょっとそこのあぜのあたりをね探すために怪しいところの草を刈ってたんですけれども、そのもちろんあぜの上にも全然なかったんでですね、田んぼの中をちょっと探すしかないんですが、本当にこうなってしまうとですね、残る方法としてはやっぱりあの金属探知機でちょっとこう目的のあの金属をダイヤルで設定できるらしいんで、まあ、そのやり方を覚えてね、なんとか探すしかないなというふうに思っているところであります。はい、終わりました。はい、終了時刻は12時33分でした。